なんであいつには私の電撃が効かないの？まさか本当に都市伝説通り？ありえない！私が本気出せばあんなやつ今度会ったら絶対に。目印とか何か覚えてないんですか？目印か。目の前に横断歩道があったな。横断歩道じゃあんまり目印とは。あんた、おお、ビリビリ中学生。ビリビリじゃない、伊坂美琴。今日という今日は決着つけてやるんだから。ってことはお前今暇なんだな。時間ならたっぷりあるわ。じゃあこの人の駐車場を探すの手伝ってくんない？は？いや、車を止めた駐車場がどこだかわからなくなってしまってね。え、ちょっと、なんで？俺、行かなきゃならないとこがあってさ。お前暇なんだからいいだろ？いいだろじゃねえっつの！また適当にあしらおうったってそうはいかないわよ。毎回毎回のらりくらり適当なことばっかり言って。いや、それにしても熱いな。今日は本当に…うわ、うわっ！な、何をしているんですか？炎天下の中、ずいぶん歩いたからね。汗びっしょりだ。何よこの人。俺もさっき知り合ったばっかりだし。とにかくシャツを着てください。あ、女の人が襲われてる。え、あの男の人が脱がしたの？そうじゃない？違う、誤解だ。ちょっと君、シャツを持っていかれるのは困るんだが。とにかく来てください。見られてます、見られてますから。ほら早く。ここは涼しくて生き返るな。なんなのあの人、人前で突然服脱ぎ出して。あ、実際遭遇したら怖くないですか？いきなり脱ぎ出す都市伝説脱ぎ女ってないない。もしもし、お姉さま、今どちらですの？これからウイハルたちとお茶しに行くのですけれど、一緒にいかがです？それが、なんか変な人と一緒でさ。変とは？突然服を脱ぎ出した？それって、きっと脱ぎ女ですよ。大丈夫ですか？あのね、面白がって都市伝説に繋ぐないでよ。ちょっと変わってるけど普通の人間だ。変わっているというのは私のことかな？いえ、そんな見も知らぬ人を捕まえてねえ。おかけになった電話は現在留守電。やばいんじゃないんですか？探しに行った方がいいんじゃないですか？都市伝説を本気にするなんて、おバカさんですわよ。ん？付き合ってもらうお礼だ。あ、いただきます。なんでホット、しかもスープカレーって。暑い時には温かい飲み物の方がいいのだよ。それにカレーのスパイスには疲労回復を促すものが含まれてる。まあ理屈はわかる気もしますが、気分的には冷たいものの方がいいなぁなんて。気分か。若い娘さんはそういう選択の仕方をするものだったな。買い直そう。何がいい？あ、いいですいいです、お気持ちだけで十分です。すまないね、研究ばかりしているせいか理論的に考える癖がついているものでな。研究って学者さんなんですか？大脳生理学、主に AIM 拡散力場の研究をしてるんだ。それって能力者が無自覚に周囲に発散している微弱な力のことですよね？ああ、もう授業で習ったかい？ええ、1年の時に。人間の五感では感じ取れず、機械を使わなければ計測できないくらいの弱い力だって。私はその力を応用する研究をしてるんだ。へえ。ってことは能力についてもお詳しいんですか？何か知りたいことでも？
どんな能力も効かない能力なんてあるんでしょうか。能力といってもいろいろあるからな。例えばどんな力が効かないんだ。高レベルの電撃を受けてもなんともなかったり。電撃か。例えば飛来心のようなものを発生させ電流をそらせるような能力とか。そういうものとはまた違う感じなんですけど。それは君の知り合いか。いいえ、都市伝説ですよ。都市伝説、ちょっと小耳に挟んだもので。都市伝説か。最近の若い子でもそういう話をするのか。まあ流行っているというか、いろいろあるんですよ。脱ぎ女とか。脱ぎ女。あ、いや、いいんです別に。あ、ん、ごめんなさい。ああ、気にすることはない。すぐに洗えば大丈夫だ。だから脱ぐなって。は？お姉様、まだ繋がらない。脱ぎ女に襲われてるんですよ。だからそんなヨタ話を。サテンさん、脱ぎ女の情報がたくさん書かれたサイト見つけましたよ。どれどれ。あ、うわ、どうしたんです。白井さん、脱ぎ女に遭遇した人は叫び声を最後に残して連絡が取れなくなるって。またそんなこと。だいたいお姉様は常盤台中学が誇る最強無敵の電撃姫なのですよ。そんなただ脱ぐだけの脱ぎ女にやられるなんてありえませんわ。いいえ、もっと恐ろしいことが起きているのかも。どういう意味ですの。脱ぎ女って転生するって。転生って。脱ぎ女に会った人はその呪いで自らも脱ぎ女になるって。それじゃあ美坂さんもあっちこっちで服を。そんな、まさかお姉様。面倒かけて申し訳ないね。まあ乗りかかった船ですよ。どうぞ。ありがとう。そうそう、あの彼にもお礼を言っといてくれ。彼？知り合いなのだろう。途方に暮れていた私に声をかけてくれたのだよ。へえ、あいつが。いい子だな。おせっかいなだけですよ。かっこつけっていうか。だいたい声をかけておいて人に押し付けて姿くらませるなんて無責任ですよ。なんていうか、人をあしらうのがうまいっていうか適当っていうか、いろいろムカつくんですよ。いつだって自分が。楽しそうだな。え？君はあれか、彼が好きなのか。な、何を。ほら、好きな相手には冷たくしてしまうという昔流行ったツンツンツンダラ。いや、ツンジリか。ありえねえから。どうした、何があった。なんでしょうね。さあさあ行きましょう。はい。いろいろとありがとう。それじゃ。お気をつけて。つーか、自分の車止めた駐車場分からなくなるってどうよ。